これちょっと木とバンカーの間行きたいです。木とバンカー、あ、多分バンカー入っちゃいますよね。入っちゃう入っちゃう入っちゃう。そうですよね、うん、木の左、はい、マウンドの先のちょっと左行ってしまった。よいしょ、あーすごい曲がる、曲がる、曲がりがすごい。よし、全然あのくらい平気じゃないですか。大丈夫ですかね。全く曲がってないです。バナナ、全然大丈夫。曲がってるのはキャロウェイですね。はい、キャロウェイです。全部キャロウェイ？全部そうです。うーん、服もね、全部キャロウェイだもんね。も靴も帽子も全部キャロウェイ。もう昔からですか？キャロウェイは、5年ぐらいですかね、ここ5年ぐらい。そうですね、それまでは、あ、もうちょっと前ぐらいかな。学生の頃はツアーステージ使ってました。へえ。じゃあもう学生終わってからはキャロウェイ。はい、ずっとキャロウェイにお世話になってます。なるほど。良さというか、まあ私の中のイメージは飛びとか。あ、飛びます ね。飛びのイメージ。うん。あと結構打感いいです。打感がいい。打感いい。特に私が今使ってるアイアン。うんうん。もう顔も打感も最高です。顔も打感も最高。うん、やっぱこう、まあ毎年私も出るか出るから、こう好き嫌いはあるんですけど、今のはすごい気に入ってて。ドライバーがエピック、うん、ウッドとユーティリティがローグで、アイアンは違うのかな、またあの X フォージドっていうやつです。また違う、まあ、スマート多めな感じかな。すごいとこに止まった。ちょっとすごいとこに、なんか平らなとこなくないですか、このコース。超練習になる。つま先下がりの傾斜のこのポイントは何でしょう？傾斜はつま先下がりも上がりの時も基本的にこう体を固めて、いつもはちょっとこういう風に使ったりするんですけど、そういうのはなしでこう止めて手打ちみたいな感じが一番こうヒットしやすいと思います。手打ちぐらいのイメージ。はい、やっぱこう支点を固めて、やっぱここ1点しかなくなっちゃうじゃないですか。なくなっちゃう。そうなので固めて。番手上げます？番手は、はい、上げます。ちょっと今変えたいぐらいです。傾斜がめっちゃ強い。変えるって変えてもいい。そうですね、時間があるし、うん、すいません、9ください、はい、あとなんかこう構えてちょっとでも嫌だなって思ったら、なんか対処した方がいい気がします。ほんとアイアン小ぶり。そうそうね。でもこれ難しいのが、スライス出やすいのに左にバンカーあるっていう。本当だ。センターに。うまい。完璧。いい感じ。お、意外にフライヤーってやってたね。結構飛びましたね。うまく当たりすぎた。こんなに綺麗に。完璧今の。よかった。Pでもいけたな。完璧な傾斜だったのぐらいだ。もうドライバーがパッて右に釣れた瞬間に終わりみたいな。あ、もうちょっとやばい。もうやばい。あとパターかな。パターとドライバーに結構あるかも。あ、なるほど。パターを外し始めるとみたいな、うん、そう。もうアプローチがもともと下手くそなの、あんま気にならない。短っ。確かにアプローチもっと超良くなりそうだよ。アプローチね、やってみたの。なんか確かに他に比べてなんかもっと謎、かなりもう少しこうドローっぽい感じで打てたら良さそう。
なんか外に上げるのがまず分かんなくて、こっちに逆です。なんかちょっとこう抜けてるように全部感じる。もう少しこう捕まえたアプローチとかできるようになったら、当たりも悪いですよね、すごい。ちょっと薄めな感じですよね、うんうん、もう少しこう右に置いてこうドローを打つ練習したら超良くないですか、アプローチで。右で右に置いて、こうなんていうか、インサイドアウトの軌道。すいません、なんかいきなり思って。全然ちょっと教えてもらおう。ですかね、クラブのなんかこだわりみたいなのってありますか？ウェッジだけやったらこだわりがあって、すごい楽しみ見るの。なんか見た目はそんな分かんないかもしれないですけど、うんうん、バランスを絶対 C の9に常に以下、まあ、8.5 から 9.5 ぐらいの間までにしておきたい。めちゃめちゃ軽いですけど、それで結構。あ、そうなんですか。普通は D バランスとかなんですけど、そのバランスも軽くしないと絶対に嫌だ、はい、それだけはすごい強いこだわりがある。あとはもうフィーリングですけど、感覚。あとは D バランスとかになってくるんだけど、 D1.5 とか大体。結構風が、やばいですよね。なんであれ、あんなとこ見たことないよ。あそこにグリーンあんのみたいな。本当に153、148のプラス5、はい、53。わあ、なんか遠く見えません？見えます、ね、気持ち170ぐらい。そうですよね、うん、てかあそこもグリーンだし、あそこもグリーンてかどこまで、どっからどこがグリーンなのみたいな。すごい、100ヤードぐらいグリーンな感じ。確かに100ヤード。なかったけど、いいな。でも鳴らすとこないぐらい、鳴らすとこないぐらいトップ。おー、いい感じ。お、ナイス。お、目元。目元。強いかな。やばいやばい、今ちょっとなんかインパクトが。うまい、うん、あー、ナイスパー。危ない、返しが完璧。よかった。いい、ナイス。あ、うまい、すごいね、今のパワーは。危なかった。てかファーストパットマジ強すぎ。いや、でもね、返しが入れば、
じゃあバンカー届く距離、あーなんか目の錯覚が遠く見える。ありがとうございます。もうあっという間に終わっちゃいましたが、今日は調子はどうですか、ゴルフの。今日あんまり良くない。うまくない。なんか全然バーディーパット打ててないのが悲しい。でもコースのそれもあるかもしれないです。ピンポジも結構パーでもいいかなって思うピンポジが多いなっていう。あんまりこうなんだろう、傾斜でいいとこ落ちても奥に流れちゃったりとかが。うん、でも練習にはすごいなりますね、うん、さっきも言ってましたもんね。そう、いい、これは練習になる。なる。結構練習はされる方ですか。そうですね、割とします。練習場も行く。はい。でもコースも結構回ってるけど練習場で、コースがなかったら練習場基本は行きます。クラブねぎらない日とかあるんですか。ねぎらない日はでもまあありますね、やっぱり移動の日とか。移動の日とかまあすごい連続だった後とか、うん、でもまあそんなに開けないようになって、うん、そんな感じです、うん、オーケー。おおおお、落ちてくる。決まりました。でも、では井上梨花ちゃんのキャディバッグの中身というかクラブセッティングですねを紹介していきたいと思います。テレン、テレン、ドライバー、キャロウェイ、キャロウェイ、エピックです。エピックです。で 9.0 だけど、そう 10.5 度ぐらいになってる。そう、プラニーですけどおそらく 10.5 ぐらいにはなってる。はい、なるほど、と思います。はい、シャフトは、シャフトはじゃん、ツアー AD、 ツアー AD PT5S、 5S重た。え、嘘、今ちょっと軽めですとか言い落としたのに。 5S とか聞くとなんかもう重そうとか思うんですか。 50g 台の S で、結構このシャフトは割と癖がないシャフトで、うんうん、続きまして、あ、ちょっと意外だった、うん、ウッドが1本しか入ってない。あ、そうなんです。4番ウッドね、道具結構5と3とか入れる人多いけど、そう、だから4だったんね。そうそうそう、4番ウッドだけで。これ理由はあるんですか。飛ぶので、いや下を3本入れてるんですよ、ここ。あ、だからこっちを増やすためにどっか犠牲にしなきゃいけないんで。なるほど。で上を減らしてみる。そうです、そうです。ちょっと飛ぶんで結構3ぐらい、うん、これシャフトってドライバーと一緒ですか。これは一緒です。あ、全く一緒で。次がユーティリティの2本、4と5です。4番ユーティリティでも21度あるから、そうですね、200近く飛ぶ、うん、21度と24度。はい、はい、でシャフトがちょっと最近変えたんですよ。 MCI なの。 MCH、 H だった。 MCI って何でしたっけ、聞いたことある。 MCI もあるんですよ。あ、そうなんですか、うん、私 MCI の使ってないんですけど、初めてこれにしました。で、アイアンが5から入ってんだ。5から入ってます。これを決めに出していこう、うん、5、6、7、8、9、P まで入ってます。で、これがさっき言ってた、そう、X 文字のかっこいいですね、小ぶり。そう、すごく小さいヘッドが。うまそうでしょ、うん、うまそうってか、うまいですで、なんか薄い X フォージドです。で、次が、あ、48度入れてる。そうなんですよ、48度。これがこだわりのウェッジかな。そうです、はい、48、52、58で入れてて、48、52、58の3本。
48だけ P と同じシャフト入れてるんですよ、確か。ここまではこっちより。あ、そっか、そう、シャフト、シャフトが違うんだ。 NS プロ850850で、52と58が950。なんでこの58だけ色が違うんですか。でこれだけあのヘッドの形がこっちの方が好きだったので。うん、 S グラインドって書いてあるのと、うんうん、これ C グラインドって書いてあって、ちょっとこの、そう、なんて言うんだろう、ヘッドの形がちょっと違うんですよ。あとバンスの感じ、あ、違う、こっちの方がなんかこう丸くない。そうそうそう、こっちの方が 丸っこいとか、あと広い。そうそうそう、そうなんです。このバンスも58だけは少なめにしてもらってます。あ、ここは10、そう、10とか12とかみんな使うんですけど、あんまり得意じゃなくて。そうで、これがそのバランス軽め、バランスが軽めになってるんですね。C の C9 C9 で、パター最後に。じゃん、私の長年の相棒。長いんですか。もうボロボロ、かわいそうなぐらい。ほら、何なんですか。4年。4年、4年ぐらいか。もうこの形とこの感じがもう今、もうこれにより超える相手に出会えない、出会えないぐらい長い。なんか座りとかいろんなのがいいです。へえ、もともとからこういうピンタイプの、L 字かピンが好きです、基本的には。うーん、あの大きいのは苦手で、苦手で、まあマレットはものによってはいけます。はい、じゃあ以上、ピカちゃんのクラブセッティングでした。でした。